こんにちは、速稼塾の久保です。今日の朝の相場解説で、まあ方針変更したよっていう風なねタイトルで、お送りしたと思いますけども、その後ねすぐにまあ1時間後2時間ぐらいですけどもエントリーしました。これはですね、上昇トレンドが起きてると感じたからなんですよね。まあその他にも要因はいろいろあったんですけども、今月は全体的にセルという中で今回バイという選択をね取ってみました。それでエントリーして10時からの時間を追ってますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。それでは画面切り替えます。こちらをどうぞ。はい、まずはね1時間足の10時ですけども、すでにエントリーしております。でゼロラインも作りました。ここで緑のところでエントリーしたんですね。でロスカットラインをここに引いてバイでエントリーしたんですけども、ずっと上昇していったところを見てですね、今ロスカットラインをここまで移動しましたんで、いつロスカットされてもプラスになるよっていうところのゼロライン設定です。でロスカットラインをなんでねここに設けたかというと、ここですよ、ここに設けたかというと、ポイントはここの上底とここの上底ですね。ここをつなぎ合わせて、でちょっと上の方に設定したのでこうなりましたってことですよね。そうすると綺麗にですね、この直前で反転して上昇トレンドを作っているってことになります。誰か来ちゃった、何なんだろうな、さっき来たばっかりなんですけど、はい、1日に何回もね郵便物が来るんですよね。だから日中はあんまりね録画ができないんですよね。はい、じゃあもう一回どうぞね。こういう風にして、ロスカットラインの直前で V の字を書いてね、まんまと上昇していったことになりますけども、この後ここを越えて上昇するようでしたら、上昇トレンドがさらにきつくなっていって上の方に向かうっていうふうに考えてますね。じゃあ次の時間軸を見てみましょう。10時の次は11時見たんですけども、先ほどお話したようにここを越えてですね、越えたところです。こういうふうにね伸びてますよね。上昇トレンドはだからこういうふうに起きているってことになります。まあこれダウ転換とまでいかないんですよ。瞬間的な一時的な上昇ですから、上がったとしても今度はねここです、110円の335で反転して下の方に向かうっていうふうに考えてます。はい、じゃあまだ利確してないんですけども、次の時間軸1時間後ぐらいに利確しましたんで、そっちを見てみましょう。はい、これはテイクプロフィットした後です。まんまとここを越えて上昇しましたよね。で、ここでテイクプロフィットをなぜしたかというと、ね、なぜかというと、上髭を2回連続で出したんで、まあこの辺でいいかなと思ったわけですよ。まあ最悪っていうか最大で110円の335まで待ちたかったんですけども、もうすでにそんな変わんないんでね。ここまで取れてれば。ちなみにロットは3だったんで、3万8000円ぐらいですね。3万8000円が、まあ、6時間で稼げたらもう十分かなと思いましたんで、エグジットしました。その後なんですけども、今ね、時間にし、はい、今度はバッテリーが切れてしまいました。失礼しました。画面を切り替えていきましょうか。じゃあ、こちらです。はい、さっきの続きなんですけども、現在15時6分ですね。だから郵便屋さんが結構来るんですけども、現在、ちょうどテイクプロフィットした後で、下の方に向かってるんですよ。だからタイミングバッチリでしょ。今度は110円の045で反転して上昇の方に向かうんではないかなっていうふうに考えてますけども、まあ今日はもうこれで私は相場から離れて、あとは明日ね、また新しい気持ちで見ていこうかと思いますけどもね。うん、まあ上昇トレンドですね、ここはね。まあ瞬間的なんですよ。うん、お話したように。まあ今回はだから、110円の335がずっと生きてるってことなんですよ。ブレイクするところが110円の335。ブレイクした後はぐーっとね、下回って V の字を変えて、レジサポ転換で今度、N 字を変えて今度下に落ちるための110円の335ですよね。もちろん、110円の335を突き破って上の方に行くようでしたら、そのまま、今度はね、4時間の時間軸も上昇に向かうというふうに考えます。ひいては、デイリーが上昇方面、倍の方に向かうっていうふうに判断せざるを得ないですね。まあ、今回の相場解説は以上のような形でございます。うん、まあ、かなり勉強になる、昨日、今日の動画だったんじゃないかなと思います。